南北戦争中の北軍第21軍団は、ウィリアム・ローズクランズ少将のカンバーランド軍の参加に、1863年1月から同年10月までの短期間存在した軍団である。第21軍団司令部気象ストーンズリバーの戦いの後、ローズクランズ少将はカンバーランド軍の翼を軍団として再編した。トマセル・クリッテンデン少将が、 指揮官を務めた西翼は第21軍団と解消された。同時に右翼は第20軍団に、中央翼は第14軍団に名称が変更された。カンバーランド軍のタラホーマ方面作戦において、第21軍団は1863年9月19日から20日の地下マウガの戦いで激しく戦い、ほとんど壊滅してしまった。トーマスウッド准将の師団を ジョージ・ヘンリー・トーマス少将の第14軍団の支援に回したことがローズ・クランズの誤算であった。結果、南軍ジェームズ・ロング・ストリート中将が北軍中央を突破することを成功させることとなった。第21軍団の部隊、特にウィリアム・パーマー巡将の師団は、トーマスのスノットグラスヒルにおける公援戦を支援し成功させたことを突起しておくべきである。この戦いの後、 第21軍団は、第20軍団の残存部隊と合わせて、第4軍団として再編された。ありがとうございます。